かつてウィルダネスには人類社会の中心とも言うべき大都市がありました。だから方々に町の痕跡が残っているんです。人類の全盛期の遺跡だ。だが随分風化が進んでいる。世界が破壊された時、カオスが現れたのはこの場所だったんです。それだけにこの地域の被害は壊滅的でした。世界の終わりはこの地で始まったのか。この先に行くのはやめとけ。やばい魔物がワンサカいる。おまけに東の方じゃチョコボイーターまで暴れ回ってる。チョコボを狙う怪物か。ならば近くにチョコボがいそうだな。ん？野生のチョコボでも探してんのか。まあいいだろう。見たとこあんた結構腕が立ちそうだ。でもやばい時は無理せず戻ってこい。カイドウまで逃げれば俺らの仲間もいるからな。俺はヤクト村から来たんだ。気が向いたら足を伸ばしてくれ。ここへ何しに来たって？獲物の肉を売りにさ。ほら、ここは駅からも近いだろ。ルクセリオやユスナーンの商売人がな、ウィルダネスの野菜や肉をここに買い付けに来るんだよ。ねえ、聞いてくれる？さっきそこに大きな白い羽がたくさん落ちてたの。まるで真珠みたいなキラキラ光る羽。大きな鳥と魔物が争った跡みたい。足跡からして魔物の方はチョコボイーターだと思うけど、襲われた鳥は何かしら。まさかと思うけど、
伝説の白いチョコボ？襲われたのが天使だとしたら伝説はどうなっちゃうんだろう。足跡はハイトの奥に続いてたけど、一人で確かめる勇気はないし。聞きましたか？目的のチョコボが魔物に襲われた可能性があります。急ごう。何かあったらギサールに合わす顔がない。女神の神殿に眠るという存在、ホープ、どう考える？あまり考えたくないですが、あの神殿で眠っているのは世界の崩壊を導いた存在かもしれません。不可視の根本だな。一度だけ触れたことがあるが、その瞬間に直感したよ。あれはこの世にあってはならない力、倒さなければならない存在だ。もっとも、私には止められなかった。カオスの暴走も、世界の破滅も、それらは全て神の目には映らぬ闇、不可視の領域で起きた異変でした。次も同じことが起きないとは限りません。神の目が届かないなら人の目で確かめるさ。見えるはずだ、私がまだ人であれば。見つけたぞ、白いチョコボだ。傷ついてます、急いで援護。ということはない。ためらう理由はないな。Hit!
再生を導こう。ずいぶん痛めつけられて、こんなになるまでなぜ逃げなかった？何かを守って戦ったんでしょうか？もう大丈夫だ、助けるからな。出血がひどい、このままでは。こいつは純白のチョコボ。怪我をするのか？獣医に知らせろ、すぐにだ。わかった、待ってろ。やっ、ひどいな。おい、こいつをカンパスファームへ運ぶぞ。はい。心配するな、わしの矜持にかけて死なせはせんわ。よし、おい、何やってる、急ぐか。なあホープ、あれは本当にチョコボか？どうしたんです？新種のようですが、僕にはチョコボにしか見えませんけど。確かに姿はチョコボだが、初めて会った気がしない。縁のようなものを感じた。チョコボとの縁ですか？何か心当たりってありますか？さあな、もう一度会って確かめてみる。カンパスファームへ向かおう。
がったら未来はないよ。すみません。今は手術中で中には入れません。外でお待ちください。
び目にして確信できた。あのチョコボは特別な存在だ。伝説の種というだけでなく、私の過去につながっていて、共に戦った。死ぬな。終わったぞ。こっちに来てくれ。ライトさん、例のチョコボはどうします？様子を確かめなくていいんでしょうか？救急治療は終わりました。詳しい話はギサール先生から聞いてください。助かるんだな。峠は越えた。だがこのままじゃ死んじまう。治療したんだろ。落ち着け。傷口はきれいに塞いでる。あとは栄養さえ取れば回復するじゃろう。だが見ての通り、餌を口にせんのじゃ。そんなに弱っているのか。違う。こいつ自身の意志でガンとして拒んでおるんじゃ。その目で言うておるよ。人間なんぞに頼ってたまるかとな。誇り高いチョコボなんじゃろうな。意地を張って死ぬ気か。こやつの誇り高さ、間違いなくバルハラの天使じゃ。天使は主と認めた者に従うという。お前さんに資格があれば言うことを聞くかもしれない。お前さんの手で餌をやってみろ。ライトさん、他に手はありません。その野菜をチョコボにあげてください。お前さんの手で餌をやってみろ。ライトさん、他にこれでいいのか。どうやらお前さんを主と認めたようじゃな。栄養さえ取らせれば順調に回復するじゃろ。ただしお前さんが世話を続ければの話じゃがな。他の人間に懐かんのではそれしか方法がない。世話すれば傷は癒えるんだな。おうとも。怪我が治れば伝説の通りお前さんを乗せてカオスの元へ導くじゃろう。回復のためには一にも二にも需要競争じゃ。栄養を取らせてやらないとな。どんな餌を与えればいい？ギサールの野菜にミルク、それから需要薬をバランスよく与えることじゃな。村の連中に頼めば分けてもらえるじゃろう。解放に向かっているようで一安心ですね。とはいえまだ全開までは手がかかりそうですが。それでも面倒を見るしかないな。ま、治ったらお返しはしてもらう。乗り物にするわけですね。伝説の通り導いてくれるでしょうか。女神の神殿に眠るという大いなるカオスのもとへ。主に世話を焼かせておいて働かないならしつけてやるさ。しつけというかお仕置きですか。さて次は何から手をつけましょう。よくなさそうだな。ここの人たちはお互い助け合って生きています。みんな親切にしてくれると思いますよ。ギサールの野菜、あの白い子に食べさせてあげて。ここで取れるんだけど今は親父がいなくてさ。それが最後の一房、とりあえずだけど受け取って。野菜なら親父が帰ってくればもっと作れるんだけど、肥料を探しに行ったまましばらく戻ってきてないの。まったく。
大丈夫。あのチョコボは絶対治るよ。ギサール先生はチョコボの治療にかけては世界一の名医だからね。いやー、全く驚いたよ。ギサール先生を出し抜いて純白のチョコボを捕まえちゃうなんて。出し抜いた？私が捕らえたのが不満か？ごめん、言い方が悪かった。あのね、先生は何もかも投げ打ってバルハラの天使を追っかけてきた人なんだ。100年以上もね。なのに私が捕まえてしまった。横取りといえばそうなるな。結果的にはそうだけど、治療の役に立てたことは喜んでると思うよ。先生だけじゃない、村のみんながチョコボを助けたいと思ってる。こう見えても僕は村の世話役なんだ。わからないことがあったら僕に何でも聞いてよ。いや、ギサールの野菜ならこの村でも作ってる。畑にいる親子に分けてもらえないか聞いてみなよ。親父の名前がコル、娘はサララだ。父親のコルをしばらく見てないな。いつもフラッと出て行ってなかなか帰ってこないんだ。休憩するならカンパスファームの宿へどうぞ。少し食べろ。どうじゃ、おせっかいな連中ばかりで驚いたか。ああ、本当に親切な土地柄なんだな。ウィルダネスではどの村もこんなもんじゃの。こんな辺境で一人で生きていくことはできん。誰かに親切にしてもらった分、自分も世話を焼く。それだけのことじゃ。よくなさそうだな。よっと、例の白い子、助かりそう？幸い、命に別状はなさそうだ。ただ、もっと栄養が必要らしい。よかった、助かるんだ。ギサールの野菜、たくさん食べさせてあげないとね。でも、タイミングがちょっと悪かったわ。ちょうど出荷したばかりで、うちにはもうないのよ。次の収穫まで時間がかかるのか？ううん、ギサールの野菜は早ければ一晩で育つの。でもあいにく肥料を切らしてしまってね。親父が森まで肥料を取りに行ったんだけど戻ってこないのよね。今日で何日目だっけ？何日も帰らないのか。何かあったんじゃないか？いつものことなのよ。フラッと出かけちゃ畑を留守にするの。だからパパじゃなかった、親父の心配はしてないけどね。ならいいが、無理はするなよ。不安を抑えて強がる必要はないし、普段通りにパパでいい。うっ、バレたか。うん、ああは言ったけど本当はパパのことすっごく心配なんだ。居場所の心当たりはないのか？父親の名は？名前はコルっていうの。森にいて肥料を探してると思う。ヤクトの森ってとこ。もしパパを見かけたら一言伝えてくれる？農園主のコルだな。帰るように言っておこう。パパが向かったのはヤクトの方にある狩り場の森だよ。早く肥料をよこせって伝えといて。うちは旅人の買ってくかい。おお、あんたか。例の白いチョコボ、無事だったみたいだな。あの時は世話になったな。すぐに先生を連れてきてくれて助かった。よせよ、
当たり前のことだ。ああそうだ、よかったらこれ使ってくれ。これを飲め。珍しいチョコボとは言うが、やはり食うものは同じじゃの。霞を食って生きとるわけじゃなさそうだ。相変わらず私以外のものからは餌を受け取らないか。その点は変わらずじゃの。こやつの母親になったつもりで最後まで面倒を見てやれ。私に親が務まるかな。